こまりアニメ。作画が最高なので、キャラがめちゃ可愛い。話は正直ラノベなので、期待できなさそうなんですよね。でもまあメイドもなんかエッチで可愛いので、見応えはあるかな、って感じです。以上、聞きこまりアニメのお話でした。